光変が驚くように、膝の関節炎と内二郎をこの健康法で治した私の例と健康指導の体験から大阪津村指導員経験したことを理解したと思っている人が多いと哲学者ゲーテは言っています我々の周りには健康になりたくても健康になれない何をやっても効果がはっきりしないと言われる方が 以外にたくさんいます逆にこの方法は最高だ。どんな病気にも効く。と言われる方もいますが確かにその方には適した方法だったのでしょう。しかし他の誰にでもその方法が合うとは限りません。合う人合わない人それぞれいるのは病気の示す病体質に違いがあって。 その体質の状態に合っているときは効果が出るのですが、合わないときはちっとも効果がないものです。自分の経験が削く、他の誰にでも当てはまるとは限らないのです。体質というものを考えに入れないばかりに、本物の健康にたどり着けないでいるのはとても残念なことです。しかし、この健康法に取り組んでもらえばよくわかるのですが、難しそうに見える理論も、 根拠の部分は至ってシンプル。例を挙げると熱くなっていれば冷ましてやれば良いとか細胞組織が締まっていれば緩めてやれば良いといった考え方です本当は真理というか道理というか元を正せば単純なんです人の体の場合もシンプルな考え方の方が優しく時には劇的に効果が現れてくることも多いのです 病気の体質、病気の意味するものを理解した上で、健康になる方法を選択してもらいたいのです。大阪で健康指導に当たっている津村指導員の体験から、まず一例を紹介してみましょう。私の父が、肝硬変で夏は越せないと医者に言われているですと、相談を受けたのが、去年の7月初め頃でした。症状を聞いてみると、 尿が出なくなって、1ヶ月前からは利尿剤を使っているが、1ヶ月前からは缶を通して抜いています。尿だけではなく腹水もたまり、八切れんばかりの腹になって、そのお腹のために、呼吸も苦しそうで、医者に言われなくてもこのままでいけば、長くはないのは、素人の私にも明らかです。ということである。詳しく聞いてみると、肝硬変が悪化し、 入院はしてみたものの主治医や病院スタッフの懸命の努力にもかかわらず良くなるどころかじりじり病状は悪くなっている当初はなかった腹水もたまるようになってきて何のために数々の辛い検査や点滴をしたのかわからない状態です今では食事をすることもままならず一日中ベッド上で苦しそうに息をしています こんな姿を見るために病院に通うのは私たち家族も大変つらいその上昨日より今日今日よりも明日と日に日に悪くなっていたのではとてもやるせない気持ちですと話されましたその息子さんは以前から私が長谷部式の指導員であることを知っていて時折私の話を聞いたりビワ茶を飲んだりもしておられたので この健康法の内容を幾分理解していたのでした。このままの状態を続けてみても、どうせ秋まで持たないと宣告を受けたのだし、ダメでもともとならば、長谷部式で少しでも楽になれば、と、率直な気持ちで相談されたのでした。うんなるほど話を聞き終えた時には、私の指導の方針は決まっていました。相談者のお父さんは、極まった状態の人と構成。 つまり肝硬変と胃腸の異常な熱発生が起こっているために身体の防衛機構が働いて熱性化された幹部を少しでも冷やそうと全身の水分がお腹に集まっているに違いないしかしながらそれでも幹部を冷やすまでには十分でないと判断したわけですそこで私は腸を中心とした内腹部に熱があるから腹水は どこにも逃げずにお腹にとどまっているのです。当然、尿として出すような余分な水分はないわけです。腹水をおしっこにして、身体の外へ出すためには、お腹の熱発生を抑え冷やしてあげるということですよ。と説明しました。私の話があまり単純なので、筋は通っているようだが、そんな簡単に行くのだろうかという様子でした。 しかし、1分でも、早く父親を楽にさせてあげたいと思っておられた、純粋な気持ちが、迷いを吹っ切れさせたのでしょう。思い切って、あなたの指導に従いますと、約束してくださいました。この健康法に、長年携わっている私の経験から考えると、肝硬変で、さらに腹水が溜まる状態であれば、ここは、腸を改善して、熱発生を抑える。 最も有効な手段はビワ食品以外にないと感じました肝硬変はもともと肝炎が進行してなることが多い肝臓に炎症があるので肝炎と言われるようにカッカと熱い炎症があるならば冷ましてやればよいしかし氷で冷やすようなわけにはいきません性質的に冷やすものでなければいけないのですビワ食品は 陰性なビワの葉の成分を高度に濃縮してあるので熱を中和して毒素を流し出すのには最適だと思います以前に私の息子が盲腸炎になった時ビワ食品を食べさせたら炎症がなくなって手術しなくて済んだことがありましたこの方に早速そうと決まれば今日からやりましょうビワ食品をティースプーンで山盛りにして 1>, 1日に5回ぐらい食べさせてあげてください。後味が悪いようでしたら、ビワ茶で流し込めば良いですから。と説明しました。どれぐらいで効きますかと言われるので私は、3日でしょう。と答えました。これには理由があります。もし、3日を過ぎても出ないようなら、冷やし方が足りないということですから、もっと量を増やす必要性があるからです。 そして、少しでも出てくれば、あとは、加速度的に尿の出る量は増えるでしょう。さあ、今すぐにでも持って行ってあげてください。と、助言して、美和食品を数個渡しました。そして、4日目の朝、相談者の方から電話がありました。出ました。本当に出ました。先日お話しされた通り、おしっこが出たんです。しかも、 まるで咳を切ったように、どんどんんん出てるんです。たった半日で父のおなかには若干のシワができ本人も生き返ったような表情をしていますありがとうございました何とお礼を申し上げていいのやら本当にありがとうございましたしかし何と言えばいいのか現実を見ているにもかかわらずまるで奇跡を体験しているような気分です 最も強い利尿剤を1ヶ月も続けたのに出なかった。だけど、ビワ食品を3日間食べただけで、言われた通りにこんな簡単に出るとは、今後も、今のペースで食べさせればいいんですね。頑張りますので、これからも指導をお願いします。と言われました。こちらの胸も熱くなってくるような、本当に嬉しいお話でした。 その後も順調に回復し、ほとんど寝たきりの状態だったのが、ドクターが制止するするくらい病院内を散歩できるようになり、看護婦さんたちも驚きを隠そうとしなかったそうです。そして、9月の初めについに退院されることになった、との報告がいただけました。その時におっしゃった言葉が、今でもこの耳の奥に残っています。ひょっとしたら、今頃は、 父の葬式を出ししていいたかもしれないと思うと、思う人間の運命なんて全くわからないものだということを実感しております。あなたとのご縁がなかったらと思うとゾッとします。これからは父だけでなく私や兄弟、家族も長谷部式健康法を実践していくつもりです。また私に縁のある人たちにも。 今回の貴重な体験を伝えていきたいと思います。喜ぶ姿が目の前に見えるようで、本当に良かったですね、の続きが、こちらも感無量で言葉になりませんでした。この話が相談者の方の職場の方々に伝わり、たくさんの方から指導を頼まれるようになりました。おかげさまで、主人が胆石の手術をしなくて済みました。 だとか、うちの父も慢性肝炎だったのがたった2週間で血液検査の結果が良くなりました。などの嬉しい報告が次々といただけました。相談者の方がこんなに喜んで周りにしゃべって回った理由がもう一つあったのでした。当のお父さん本人は琵琶食品を食べ出した時は半信半疑だったそうです。尿が出だしたのも、 病院の薬が今頃になって効いてきたのかぐらいに言っていたのがどうも理屈に合わないことが起きたのです。それは肝臓が悪くなってきた4から5年前頃より種子の爪が反り返っていたのを不思議に思っていたけれど、ビワ食品を続けて1ヶ月も過ぎた頃に元の健康な時のような状態に戻っていたのです。病院では、 爪に対する治療は何一つ言っていませんなのに爪までも良くなってきた事実にそれからはやっぱり自分の病気がこれほど良くなってきたのはビワ食品のおかげだとしか考えられないとおっしゃっているそうです対症療法では絶対にありえないことが当たり前のように何もかも良い方向に向いてくるこれはこの方法が 自然の摂理にかなった身体全体の調和を考える健康法だからこそ意識を向けていない場所まで良くなってくるのです。木を見て森を見すという言葉があります。森に生える一本の木が枯れてきたとします。これを西洋医学的に処置しようとすれば肥料をやったり農薬を散布したりするのでしょう。それでもダメだった抜いてしまおうとなるに違いありません。 しかしその前にもっと考えなければいけないことがあります土や空気が汚染されていないだろうか水はどうか汚染のないきれいな水が十分足りているだろうかそうです木が枯れるにもちゃんと枯れるだけの理由が周りにあるからなのです病気になったら病気の部分その一部分だけが悪いように思われがちですが本当は 周りの環境いわゆる体内毒素の状態や体質のことを考えなければいけないのですさらによく考えていただければ分かると思いますが幹部といえども身体の一部です自分自身の一部と考えれば適しする必要はありませんむしろ病気になっている部分を正しく教育して導いてあげるぐらいの心持ちでいてほしいと思います 不調和な病相も体質に合わせて施すことによって身体全体を正しく癒すことができるのです。話が飛んでしまいましたがその後の相談者のお父さんはあれからもう1年以上が経過していますが今では1ヶ月にビワ食品を1瓶食べるぐらいのペースですが定期的に行う血液検査では安定した時期を数ヶ月過ごした後 徐々ににでではありますす。が、上向きに転じているととのことです美和食品を知らないドクターは普通では考えられないことだと言いながらも患者の回復を励ましてくれているということです。